はい、皆さんこんにちは、ラムコちゃんです。今日は、はい、またまた島村購入品のご紹介をしたいと思います。はい、前回は星玲奈さんのコラボ商品をご紹介したんですけど、はい、今回はなんと超10代19日土曜日、星玲奈さんと同じ日にチラシが出てたエッセイズというね、なんか超10代って書いてるんですけど、ウルトラティーンズフェス、超10代が運営する TikTok アカウント超ファッション研究所のメンバーである10代のクリエイターさんが企画セレクトする島村オリジナルカジュアルブランドということでね、なんと10代の方が企画した服をね、ちょっと気に入ったので購入してきました。まあ年がいもないかなとは思ったんですけど、まあ、意外と着れるかなということで、ご紹介したいと思いますので、よろしければご覧ください。まず1点目に購入してきたのはこちらです。じゃん、こちらのね、トップスを買ってきました。あ、一目見て可愛いって思ったのと、このバイカラーで意外と大人っぽいかな、大人の女性でも着れるのかなと思って購入してきました。商品名がテレコパワショルプチプルオーバー、L サイズ濃い白、税込み979円です。素材がポリエステル62、綿34、ポリウレタン 4% です。はい、ちょっとね、 L しかなかったのでL を買ってきたんですけど、試着したらちょうど良かったのでこれにしました。なんかもう最近オーバーサイズになれちゃってるから L でも全然いいかなと思います。そしてこれはもともとやっぱりこう体にフィットする感じのお洋服なので、まあ L サイズの方が少し余裕があっていいかなと思って L サイズにしました。そうで、パワーショルダーになっていて、ここがで、ここの袖のところだけバイカラーになっています。はい、白にここが黒、逆バージョンもあって、ここが黒でここが白っていうやつもあったんですけど、ペットの毛がねつきそうなので白にしました。はい、こんな感じで、そして素材はこういう感じでね、縦リブになっていて、めちゃくちゃ伸びがいい感じです。で、後ろはここボタンになってるんですけど、すごい苦手なんですけど、私後ろのボタン自分で止めれないので苦手なんですけど、これは結構伸びるので、このボタンが外さなくても試着した時に着れたんです。はい、なのでいいかなと思って購入しました。はい、このパワショルが私すごい苦手で、割と肩幅ある方だと自分でも思うんですけど、うん、でもなんかインスタでね、パワショルを素敵に着こなしている方がいたので、ちょっと一回挑戦してみたいなと思っていたところ、これに出会ったので購入してきました。着てみました。こんな感じです。どうですか、どうでしょうどうでしょう。やっぱりここがね、似合う人と似合わない人ってこういうパワショルって分かれると思うんですけど、私もねめっちゃ似合う方じゃないと思うんですけど、やっぱりね挑戦してみたいじゃないですか。はい、こんな感じになっております。ここがバイカラーなのがいいなと思います。首は少し詰まってますね。はい、結構このトップスは下にスカートとか持ってきちゃうとめちゃくちゃ甘々なファッションになってしまうので、はい、きれいめな甘めファッションが好きな方はいいかなと思います。私あんまり甘いのがね好きじゃないので、はい、ちょっとスロペットに合わせてみました。なかなか甘辛ミックスをしてみたいんだけど、なかなか難しいですね。はい、ということで次に購入してきたのはこちらです。はい、こちらのティアードブラウスを買ってきました。こちらもエッセイズの商品です。はい、エッセイズ、今季こういうティアードブラウスっていっぱい出てるんですけど、こういうやつ、私白とか淡い色が全く似合わないというか、
なんかすごい幼く子供っぽくなってしまうので、あんまりティアードは黒しか買ってこなかったんですけど、この色めちゃくちゃいいと思って購入しました。なんかテラさんもね、こういう色合いのやつ出してた気がするんですけど、なんか合わせやすそうでつい購入してしまいました。商品がタックティアードチュニック M サイズ中着、税込1419円です。そうだね、黄色っぽくも見えるけど、なんか抹茶色っぽくも見えるみたいな感じのチュニックです。はい、で、まあ、ポリエステル100なんで、まあ、今から着れると思うんですけど、袖のところがこういう風にちょっとめくり上げた感じで、ここでねちょっと縫われてるんですよね。ちょっとここで縫われてて、袖のところがなんていうのかな、ポワンとしてる、感じのデザインになってて、そこがすごく可愛いなと思いました。あと色が可愛いなと思いました。はい、でバンドカラーで、前はボタン全部あって、でティアードが2段っていう感じのチュニックです。はい、この色だったらなんか挑戦できそうなので、色に一目惚れしてしまって購入してきました。あとそれの方がやっぱりこの辺まで隠せるのもいいですし、ここにちょっとポイントがあるのも可愛いかなと思います。はい、着てみました。こんな感じです。どうですか、可愛い。なんか下手したらおばあちゃんが着てそうな色なんですけど、合わせ方によっては今っぽくなるかなと思います。はい、なんかねやっぱり色が何とも言えず今っぽいのがいいのかなと思います。まず無難にジーンズに合わせてみました。こんな感じです。なんか普通のにその辺に出かける時とかちょっと気取らないシーンでいいかなと思います。次は、先日買った星玲奈さんのスカーチョに合わせてみました。ここはやっぱりちょっとテロテロの組み合わせなのでインしました。インしても全然存在感があるブラウスなのでいいかなと思います。はい、次は、シーズンリーズンのこのパンツ、花、結構大きめの花柄かな、ペイズリー柄のパンツに合わせてみました。これも結構リラックス感があってお気に入りです。真夏とかでもすごい涼しそうなんですよね。はい、部屋着にするのがねもったいないのでまだ着てないんですけど、これに合わせてもいいかなと思います。はい、ということで40代が着る10代ブランドのエッセイズの、はい、コーデいかがだったでしょうか。はい、私は結構こっちがね気に入りました。色とかもすごい今っぽいですけど、すごい合わせやすいなと思いました。切れ目好きな方はこっちのパワーショルもおすすめです。個人的にはカジュアルなジーンズとかで外して着るのがいいかなと思いますけど、切れ目とか甘めが好きな人はこっちがおすすめかなと思いました。ということで、土曜日の星玲奈さんの発売日当日はもうそれだけに集中してたので、こちらのブランドを見ることはできなかったんですけど、今日安定の島パトをしてきて購入してきました。はい、ということで今日の動画が参考になったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。